You're listening to Shibuya Cross FM. ジパングの七色こまち、イエーイ。私たちは2020年東京オリンピックを勝手に応援するアイドルユニットジパングです。よろしくお願いします。はい、はい、自己紹介の方いきましょう。はい、じゃあ私からジパング最年少現役高校2年生の16歳食いしん坊担当鈴井美子と鈴木由美です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、続きまして私ママローデコがチャームポイントうさみんことうさみえです。うさみんって呼んでね。イエーイ、イエーイ。はい、続いてジパングのカークマセクシー担当高山まりこです。よろしくお願いします。出身ジパングのリーダーナナネこと田澤ナナです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は12月10日、もうすぐ終わるけど、はい、あ、昨日のライブの話をそうだね、しよう。昨日は光が丘今さん見て初めてのジパングのショッピングモールのライブ、ね、すごい新鮮だったね。なんか、うん、初めてね、すごい緊張したね。そうですね、初めて一般の方にあんなにこうなんか目に留まって見てくれるなんてどれくらい見てるみたいな、覗きに行くみたいな、ね、待ってる時もね、本当買い物中の皆さんも足を止めてくださってね、本当にありがたい、ありがたい。ね、物販も ね、 いいね、買っていたりチェキとか ね、 ね、初めての方がすごく多くて昨日は。そうですね、色紙サインくださいって言って、そうそうそう、買ってきてくれて ね、 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 ね、嬉しい。私さ、ジパングって書くの忘れたよね。私書いた。あ、お、えらい、よかった。えらい、ずっと気になってさ、私ちゃんとジパング時間がある、まあまあ、日、場所全部書いて。えらい、さすがマリコ様。よかった。危ないです、危ないです、回して回して書いて。いや、なんか一番最後に書いたのが私だったんだよね、サインを。そう、それ確実にやばと思って、なんか寂しいなと思って、開いたか、ちょっと名前書いた方がっつって書いた後にやばと思って。でもちょうどやっぱみんなこの辺に書いてて真ん中が開いてたから。あ、真ん中開いたんだ。そう、素晴らしい、素晴らしい。書きましたよ、ちゃんと。さすが先輩だよ、ね、なんかわかんないよね、ジパングって。そうだからさ、やっぱと思ってさ、はい、誰のサインだろうって、ね、なるよね。何のサインかもわかんないしさ、グループ名も把握せずに帰るみたいな、ね、覚えててくださいとか言っといてね。ちゃんと書きましたよ。ジパングもさ、綴りがさ、難しいよね。なんだっけ、そうですね、 ZIPANG なんだけどさ、すごいみんなスラスラ言える。そう言えないのか、まずいのか。そう言われてた、やっぱ J って思う人もいるしさ、ね、はい、J とは思わないけどね、G って思う人もいる。 G が多いかな、ね、G も思わないけどね。私 Z 分かんなかった。本当に、なんかもっと G ってほら、ローマ字か、ローマ字だとさ、 G ってさ、だからジパングで覚えてるからだよね、単語がさ。あ、そうだよ、ね、G だと分からないです、うん、Z だもん、単語自体が、うん、まあね、それで、あの、昨日はレッスンをちょっとね、うん、あの8日、うん、池袋モノさんでやったんですけども、ちょっとあれだったんで、9日レッスンライブね、ライブをやって9日、えらい違い、えらい違い、あ、7日にライブをやって、8日、あ、ここ、あ、違う、8日にライブをやって、7日にライブをやって9日のレッスンよ。9日のレッスンをしたんだよ、朝、光が丘公園で。朝ね、それを光が丘公園でレッスンをしたの、昨日ね。主語が足りないんですね。そうね、主語、前の主語が足らなかったから。そう、私いつも、そう、私いつもね、主語がないの。レッスンって単語しか言わないあ、そう、昨日のレッスン。じゃあ、ちゃんと説明しますと、昨日のライブ、あの、そのね、光が丘今さんでライブする前に集まって練習しましたって、公園で。そう、原っぱで。原っぱでね、すごい大きくて銀杏臭くなりながら大きい公園で。いや、私さ、イチョウの匂いあんま分かんなくて、銀杏の匂い知らなくて、初めてあんなに、なんかイチョウ並木があったんですよね。そうそうそう、昨日その光が丘公園のところにイチョウ並木があって、そこを通って行ったんだけどね、銀杏がね、いっぱい落ちてて匂いが。よかった、あんなに匂うんだね。でも銀杏ってさ、ほら、
学校とかの外周とかで走るとめっちゃ銀杏みんな吹いててさ、超臭くなんなかった。ねえ、ないやし、私もその帰ったことがなかった。本当、そうなんだ。じゃあ今度いっぱい銀杏。やめて、もう本当に苦手になっちゃった。嘆く方も昨日嗅いじゃって、こんなに匂うの臭いのと思って。でもあれだって食べれるんでしょ。食べてえ、食べたことあるでしょ。茶碗蒸しに入ってんの。そう銀杏揚げみたいなやつね、私あれいつも残して食べたことないから。美味しいのに、あれは人生損してるぞ。そうそうすごい。あの匂いは発するのに、あの匂い、いいな、いい、いい、あ、美味しいよね。どんな味塩でこう、あれしてて銀杏わかんない、銀杏の味。でもあの匂いはないよ。そうなんであんな匂うんだろうね。栗みたいな、うん、栗みたいな味する、うん、甘すぎない栗みたいな。そう、おいしい。そう茶碗蒸しの、だってあれ拾ってる人いるから ね、 ね、あ、家で作るってこと。そう、うちのばあちゃん拾ってるぞ。拾うよね。え、拾ったらあの匂いすんの。するよ。超やばいよ。するけど、だから乾かすの、あれを乾かして料理する。さ、匂いが飛ぶんだ、ね、マリコ様今日なんか白色白色がしっかりしてる、なんかいつもより。そうだよ、そうだ、それをね、トモエが踏んだんですよ。ねね、臭かった。臭かったね。いや、そう、ウサミンがウサミンさ、すぐ気づいたよね。そうで、ウサミンが最初に気づいたの。え、誰か銀杏踏んだでしょみたいな。トモエだ早いよね、気づくの。さすがウサミンだよ。さすがほら、ウサギだから鼻がいいんだよ。あれ、それ犬か。犬だね、犬。笑っちゃったよ。だね、そう、そんなね、面白いエピソードもたくさんあって、それで、そう、で、ウサミン、その、なんか一緒に並んでみんな歩いてたら、ウサミン全然来ないんだよね。そう、なんかウサミンがいないってなって後ろ向いたらハトに怖がって、全然ハトが逃げてる。そう、だからうちらがさ、5人ぐらいいたじゃん。うちらに守ってもらおうと思わなかった。あの、真ん中をさ、違うの、ハトっていけばいいじゃん。違うの、みんな分かってないね。鳥ここ歩ってても、うん、鳥は歩いててもサバ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 サって、うわー。いや、うちらの間には来ない。あ、飛ぶんだよ、知らないの。おるけどさ、うちらがこうやってやるのに。そう、やるの、本当に。もう守るつもりでいたのに。そうだよ。なんか逆にさ、一人ぼっちだったらうわーってなっちゃうよ。囲まれるよ。もうなんかそこら辺はほら乙女だから、うふふって。もうさ、時間なかったらどうすんだろう。例えばさ、うん、集合時間とかのハトがいっぱいいました。あ、遅刻、遅刻。一回それで、あの学校の用事でバス乗り遅れとか。やばい。克服しよう、来年は。来年はハトに勝つ。無理。ハトに勝つ。ハトに勝つ。鶏が好き、美味しい。鶏は大丈夫なんだ。美味しいからね。いても美味しいからね。ハトの見た目がダメなの。なんかもう全部ダメ。なんだろうね。わかるよ、だってあのサイズのゴキブリがいたらマリコちゃん逃げるよ。逃げるよ。逃げる。私動けない。でもほら、ゴキブリはちっちゃいって思ってるからさ。でもゴキブリいて目の前にいたら確かにいけないかも。でしょ、うん、そういうことだ。あれがいっぱいんだ。やだ。でしょ。やだ、どうしよう、こっち寄りになりそう。そっか、全然平気だな、ね、本当に、うん、あ、ゴキブリは嫌いだけど。ゴキブリね、嫌だよね。でもヘビの方が嫌いだから。ヘビ、じゃあヘビがここにいたら通れる。通れん、あーと、まあでも避ければね。でも追いかけてきたりするじゃん、シャブとか。そういうものは無理よ。追いかけてくるだけじゃなくて飛ぶの。しかもさ、死ぬかもしれないじゃん、命を。あ、ヘビは、うん、ハトだって。ハトは死なない。ファミチキ食うんだよ、だってファミチキ。ファミチキ食べてて、あーっつってポロッと落としたら全部。でもきっとウサミンの方が強いよね、ハトより。そうだよ、そりゃね。まあ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 、その話は置いといて。そうだ、置いときましょう。置いとこう、置いとこう、置いとこう。そんなね、もう克服なんか永遠にできないんだから。だから昨日ほんといろいろあったよね。絶対させる。ショッピングモール行くまでにもいろいろあり、中でもいろいろあり、中でもね、いろいろ。まあよかったね、初めてやらせていただいて。ほんとすごい素敵な。また違うとこでやりたいね、どんどんね。うん、楽しかった。いろんな外ね、だからもうショッピングモールだったらね、いろんなその人その人の地元に行けるわけだから ね、 ね、そうだね。皆さんのウサミン星まで来るとか言って、ウサミン星、まあ置いといて、はい、置いとこうか。12月10日ということで、あ、もう終わり、今年終わりだ ね、 ね、あっという間に。振り返ってみよう。デデーン、1年を。デデーン、デデーン、デデーン。そう、前回振り返っちゃったんだよね、私たちね。だからなんかこう、2人が話あれたら、うちらもすごい振り返っちゃった。でも今年は、まあ下旬、あ、まず年の初め、2月頃に私たちが
グループやりたいって話になりました。2月に。なんかゆみちゃんも同じ話したら、そうなんですかみたいな。そう。そういう話あんましないからね。うん、それでそこから始まり、まあいろいろ話し合いをこう進めていって、何月だっけ一緒に。私は3月に声かけかけました。あ、じゃあすぐ、結構すぐだったんだね。ウサミンもそうだね、もっと後だったと思う。4月とか4月5月あたりかな。でもうちの事務所に入ってからすぐじゃない、うん、あ、違う、あの登録だけしてた。あ、じゃあ早めには一応入ってたんだ。そうだね、うん、早めには入って事務所に、うん、入ってたかな。うん、曖昧曖昧だね。でもなんかちょうどいい子がいるよっていうのでウサミンにそっから入って、ね、で、まあレッスンしてみんなで、うん、7月デビューして、ね、もう始めた。みんながさ、みんなクールだクールだって、みんなクールだったの。クールクール、みんなクールだったの。そうだったかも。なんかもう一人で浮いてるよとか。そうだから入れたんだよ。あ、そうだよ、そうだよ、うん、あの必要なの、そういうのが。私たちみんなおとなしいしクールで お姉さんみたいな感じだったから、みんがわーとか言って、そうだからそういう人が必要ってなった時に、わーが必要、うちの事務所の社長にあの、いいキャラがいるよって言われて、そう誰も突っ込んでくれないわーってそうだったっけ。だって最初ね、ちょっとビビるんだよ、どうしよう。あの、こういう系統の友達いないから、やっぱみんなクール系で、友達結構マリコちゃんみたいなぐさぐさ言う人たちが私の周り、だからウサミみたいなキャラがいなくて、どう扱っていいか分かんなくて、うん、私ウサミみたいなキャラの子もいるんだけどね、友達 友達に。あ、そうなんだ、いっぱいいる。え、でもほらこっちもなかなかなか、なかなか珍しいタイプ。でもでもクールだよね。クールだよ。だって私、高校生の時ひどかったもん。うるさかった。え、だって昨日とかもさ、なんかじゃあ鍵これしっかりした人、姉さん以外誰か持つってユミーとかなんでユミなのみたいな、おかしいみたいな。ユミそう一番若い子がさ、いいと思ってさ、一番若い子がしっかりしてるジパングはね。ね、謎ね、もう謎すぎる。お姉さんってなっちゃう。そう、おかしい、その何だしも、え、なんでユミちゃん。そこはユミちゃんなんだよ。もうみんな責任を逃れたいんだよ。頑張ってよ、お姉さん方。もう、頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。責任感。責任をね。そうそう。振り返るとか言ってね。振り返ってない。ないですね。7月にデビューして。7月にデビューして。まだ5ヶ月ですけれども。そう。どうでした？どうでした？もっと私1年くらい活動してる感じする。する。だから準備期間が長かったからだよね。そうだね。だからまだまだなんだよね、グループとしては。ね、まだまだ全然。デビューしたての新米ですよ。ど新米ですよ。そうだよね。うん、7月デビューでね。うん、そうだよ。ね、こんなラジオやらせてもらってんの。そうだよ。ありがたいやって。で、来年はね、タイのジャパンエキスポに行くってなっちゃって。ね、素晴らしい。それは本当びっくりで。そう。ね、早みたいな。予想外の展開。まさかの海外みたいな、ね、急に飛んじゃった ね、まだ全国ツアーもやってないのに。最初はさ、地方行きたいよねみたいな話してたんだもんね。北海道とか、まあ、いろんなところ行きたいよねって話してたら、日本全国行きたいんだみたいな。唐突にタイ、唐突に海外なかなかないよね、ないよ、日本回ってないのにさ。そう、いきなり海外ってどういうことみたいな、ね、だって横浜行くだけでも横浜だってってなってたのにね、海外だってねえ、ほんとね、なんか来年楽しみじゃない。そうですね、いろんなとこ行けそう、いろいろね、世界の新しいことがなんか始まる、わっしょいわっしょいやったらね、受け期間と課題といっぱい出てきそうで、やっぱ活動すればするほどね、そうだよね、みんなやっぱりちゃんとね、あれなのに、なんか問題点もいっぱい出てくるんじゃん、いい意味で、うん、こうしなきゃいけないとかさ、周りの反応とか聞いてさ、こうやってした方がいいなとか、やっぱそういうふうに成長していけたらいいね、成長していきたいよね。ね、本当にね、来年はね、もっともっと、もっともっと、どこかな、今年以上に、来年フランスかな、フランスいいね、おフランス、ちょっと騒ぐぜ、台湾かな、台湾、マジやつだ、その前に日本もね、そうだね、日本でちゃんと言う、大阪行きたいね、大阪ね、やっていきたいですね、うん、関西の行ったことないですね、関西行きたいね、ぜひね、行きたいところ、呼んでください、呼んでください、ぜひ、あの、どこでも飛んでいきますのでね、ぴょんぴょん、ぴょんぴょん、はい、じゃあまたそろそろお時間なので後半ですね、はい、はい、はい、またじゃあまた後半にお会いしましょう、はい、見ててください、はい、やー、
皆さんこんにちは。今日も無事に、日曜日がやってまいりました。レイタードラムのジュンです。よろしくお願いします。ということで、いよいよ本格的に寒いですね。寒いんですよ最近。それでコンビニに寄ったんですね、朝早朝に。それで、パンを朝だから買ったんですよ。取って手に取ったんですけれど、あのジューシードッグっていう、ウインナーがねパンに挟まってるやつ。それで あったかい飲み物も欲しいなと思って、ドリンクを取りに行ったんです。それでまたレジに並ぼうとした時に、なんかあったかい食べ物も欲しいなと思ってホットドッグ取ったんです。それで朝急いでたんで、それでレジに並んで買ったんですよ。それで、車に戻った時にどっちから食べようと思ったら、冷えてないホットドッグとあったかいホットドッグの2つに気づきまして、めちゃくちゃ恥ずかしかったです。そんな今日朝の出来事でした。はい、皆さんこういうなんか急いでて同じようなものを取っちゃったりとかないですかね。僕だけかな。これね2度目なんですよ。確かボーカル香りといる時もやった気がするんだよな。それでなんかねすごいバカにされちゃって、二度とやらないように気をつけようと思ったんですけど、今日朝やりました。洋服とかはみんなあるんじゃないですかね。いつも結局同じようなのを選んじゃう。で、誰かと買いに行った時にそれ持ってんじゃんみたいな言われることがないですか。結局いろんなものを見ても同じようなものを選んでしまう。そう、でも買っちゃうんですよね。きっとホットドッグとジューシードッグもそういうことなんだと思います。違うか、どうなんだろう。笑わないように、笑い声が入らないように淡々と喋っております。映像で見てくれてる方ね、僕常にニヤニヤしてますので、これは笑いをこらえているのか素なのか、ライブの時に、あ、ライブね、そうだ俺怒られたんですよ。自分の話ばっかりしていて、レイターのね宣伝を最近全然してないと、これはいかんと思って、僕たち L8R と書いてレイターというバンドをずっとやっております。それでこのジパングの七色小町の中で、毎週日曜日ね10分間ぐらいかな、時間いただいて話しております。ボーカル香りとね2人で来れればいいんですけれど、なかなかうまくいかず、ドラムジュンが話しております。はい、そんなレイターね、来週、日曜日17日の日曜日にね下北沢ウェバーというところで、今年最後のライブがございます。そう、日曜日毎週生放送なんですけれど来ますんで、その後、ラジオ終わったら急いで下北沢に戻ってライブの準備に入ります。そう、もしよかったら、皆さん検索していただいて足を運んでくれたら嬉しいです。どうですか、レイターの宣伝できましたか。僕、ボーカル香りは今見てるのかな、なんか昨日連絡取ったんですけどね、
なんかよく放送後に、あー興味の忘れてたとかね、連絡をもらったりするんですけれど、今日どうなんだろう、携帯鳴るかな。ということでレイター、赤坂ブリッツ過去にね大きなところでやってたんですけれど、最近なかなかできなくて、もう一回そこに行きたいけれど、なかなかね知名度まだまだ足りてなくてですね、最近ね自分で言っちゃいけないかもしれないですけど、ちょっと下がってきてるような気がして頑張ってるんですけれどね、やっぱあれかな、ファーストアルバムとセカンドアルバムは、毎年っていうか、1年おきに続けて出せたんですよ。だけどここに来て3枚目出すまでにちょっと苦戦をしていましてね、なかなかリリースされないっていうか、僕らがね、曲作りに手間取っているっていうね、それかな。3枚目も続けて出せて4枚目とかね出せてたら、なんかこうもっとみんなに楽しんでもらえたのかなと思ってちょっと反省しております。はい、毎回ねレイターの、始まるときに冒頭に流していただいている曲ね、これ、サードアルバムに、入る予定なので、ぜひぜひ、検索していただけたらね、発売前に、ホームページで聴けるようになるかもしれません。なんでかというと、サードアルバムなかなか未定でして急ぎますんでよろしくお願いします。ということで、この辺で、レイターの曲ちょこっと聴いていただきましょうか。では、ファーストアルバムか、あ、違うごめんなさい、セカンドアルバムから暁。お聴きいただいたのはレイターで暁でした。これはセカンドアルバムにね入っていますので、L8R と検索していただいて、タワーレコード、オンライン、アマゾン、どこでも、買えますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、またね個人的な話に戻っちゃうんだけどね、これどうしても言いたくて、僕ね、もともとずっと職人をやってまして、そこの職場でね、新人さんが入ってきた時に、任されましてね、一緒にやってたんですけれど、その新人さんがねやっぱり、分からないから、呼ぶわけですね。あ、じゅんさんちょっと分からないんで教えてくださいって、どこの会社でもあると思うんですけど、まあ、丁寧に教えるわけですよ。その時はね、脚立に登ってね高いところをやってた作業で、でじゃあ分かった、交代して、じゃあ見ててねって言って、僕が脚立
脚立の上で作業し始めたんですよ。これこうしてってこうなってるんですよって言ったら、なんかあの異様に静かだったから、聞いてますって振り返ったらいないんですね。もうでえっと思ってどこ行ったと思ったら、現場でラジオ聞いてるんですよ。でラジオデッキがあのよくさこうザザザザってなるじゃないですか。電波があの途切れちゃう、なかなか綺麗に入らない。それをねあの直し言ってたんですね。伝わりましたこれかな、この、教えてって言われて、じゃあ聞いてて見ててねって言って教えてたらいなくなるという、そんな新人さんがいて、すごい戸惑いましたね。これは怒っていいのか笑うとこなのか、皆さんどうですか。聞いてくださっている方、仕事をしている方非常に多くいると思います。ぜひぜひそんな人の対応今後うまくやっていくためにメッセージいただけたら嬉しいです。はい、ということで僕らね、何度も言いますが、レイタ L8R と検索していただければ、ホームページ出ますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、で今年最後のライブもう一回言いますけれど、来週の日曜日17日の日曜日ですね、下北沢ウェバーというところで多分ね、8時とか8時半ぐらいかな、出番なんで、ぜひぜひ僕らはねこの、生放送終わった後に、すぐ戻って準備してライブしますので、もしよかったら一緒に、下北沢来ていただけたら嬉しいですということで、今日はこんなところかな。来週はボーカル香織も来るということで、また来週この時間にお会いしましょう。それではバイ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 。日曜日水川みなみの行ってみーな。今回のゲストは私の元ルームメイトのはるちゃんです。こんにちは。もうねかなりね親近感ありすぎてなんかねカオスな回になるかなって思うんですけども計画使わないでって言われました。はい、そうはるちゃんは、まあ、私の前のルームメイトで、まあ、お仕事はメイクアップアーティストをしててよくね私もあの眉毛の毛を抜いてもらったりしました。そうで結構旅行も一緒に行っててグアムとかオーストラリアとか台湾とか一緒に行きましたね。あ、敬語になっちゃった。一緒に行ったんですよ行ったんですよ。ハプニングだらけだったけど、そう特にどこがハプニング多かったかな。あれだよ、オーストラリア乗り換えでパプアニューギニア。あ、そう、私パプアニューギニア航空で行って、そのパプアニューギニアで携帯をずっと使ってたらなんか AU から連絡が来て47万円を超えましたみたいな来て、え、嘘だろうと思ってかなり動揺してその AU に国際電話でかけましたね。まあ大丈夫だったんですけど、いや、めっちゃ電話かけてたよ。めっちゃ焦りました。40万は携帯でちょっとないわと思って。よかったね。そうそうですね。あとはなんだろう、台湾とかは料理が美味しかったな。安かったしね、もう3日連続で同じとこ行ってた。そうそうそう。あとはなんだろう、あの千と千尋
の舞台のところね。そうそう、そことかも9分結構行って、うん、雨降ってたけどまあ楽しかったです。でも行った瞬間もう臭豆腐臭いっていうかそう、なんか臭豆腐っていうなんか日本でいう納豆みたいな、なんか豆腐を発酵させて煮込んだやつ。そう、なんか栄養はあるのかなあれ。いやもうなんか食べれる感じじゃないかったライドさんも食べないって言ってたもん。そう、そういうのがあってすごく匂うんですよ。もう 100m 後にあったら多分臭豆腐のお店が匂う匂う、あ、うみたいな。多分どうだろう、食べれ出なかったですね。その日タイプもあるそう、はるちゃんがちょうどその臭豆腐の夢を見たって言ってた。そう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 、絶対食べなきゃとか言ってたけど無理だった。そうそうそう、やっぱりね近寄ると無理でしたねちなみにね、結構はるちゃんのビッグニュースがあって、おとといハムスターを買ったって結構ね、私今日衝撃的だったね。あ、今ね、小島でセールやってるから。小島で、ちなみにハムスターの名前聞いても。白子です。白子白子なんで白子に。その日のお昼に、うん、あのツルトンタンで白子の天ぷらを食べたから白子、うんうん、白子の天ぷらからもうハムスターの名前が白子ちゃんになった。そうそうそうまあね、結構私も写真見たんですけど、パールホワイトっていう白いそう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 ハムスターの種類で、あ、まあ、白子って言ってもまあまあね、可愛いかなって、うん、そうそうそうまあ深い意味をね、捉えなければ大丈夫かなっていう、うんうんうん、そうね、はるちゃんとは結構いろいろ旅行したんですけど、いろいろその度にトラブルがあって何かしらあるよね。そう、グアムでは私がなんかモンガラっていう魚に噛まれたんですよ。ね、なんかキスマークみたいなのつけたもんね。キスマークみたいなの作られて、ね、なんか出血し始めたんで大丈夫かなと思って現地の人に聞いたら大丈夫だみたいに笑って。それより岩にさ、ぶつけたとこが危ないとか言うんですよね。そっちの方がバイキング。私ほんと噛まれた時サメと思ったんですよね。ねそうそうそう、びっくりしたよ。シンクロとかやってるからね、海ででも、はるちゃんが逆にトラブルを起こしたことってないよね。ないね、なんか忘れたとかもない、ね、壊したとか。でもあれだよ、オーストラリア行くときに寝なきゃと思って、うん、あのもらった薬飲んだら、あの機内でゲロ吐いたじゃん。そう、私がそのオーストラリアもね、やっぱ10時間飛行時間かかるんで、ちょっとあのちょっと睡眠薬そうそうそういただいたらちょっとね、軽いやつ渡したら、そうそう吐いちゃったよね。吐いちゃってもやっぱ合わないっていうのって 隣で吐いてたもんねやっぱエチケット袋って重要だな、重要だなと思った。私結構飛行機でしたことあるんですけど、あの飛行機の袋ってすごくて、たくさんやっててもこぼれない。あの帰りもらってったもん、なんか隣の人がまた吐くなとか思ってウケる。あれ意外に大事ね、うん、水漏れしないしちなみに私が聞いてみたいのが、はるちゃんそのヘアメイクでメイクアップアーティストなんですけど、なんかとんでもない、なんだろう、 いつもお客さんいるんじゃないですか、うんうん、リアリットで。なんかとんでもない人っていました？なんかとんでもないオーダーをするとか。とんでもない。なんかメイクのちょっと今日はもう全部顔を黒くしてください。なんだろうね。なんかそれよりも、うん、なんかすっぴんで来るのはいいんだけど、うん、なんか何日お風呂入ってないんだろうみたいな。怖いだよね。匂いがやばいみたいな。あ、もう一瞬を放ってるみたいな。髪の毛の匂いっていうか、うん、なんか何日洗ってないんだろうみたいな。なんか私も顔よりもここが気になってしょうがなかった。私も2日洗わずに美容室行ったことある。2日はまだいいじゃん、夏場の3日ぐらいはやばいよ。え、もうなんかもうなんか酸っぱいっていうか、なんか、ね、なんかお食事中の方いるかもしれないけど確かにね、昼ご飯の時間かもしれない。そう、ちなみに私はよく彼女のこと知ってるんですけど、ポテトが大好きなんですよ。もうなんか世界が明日終わるならポテトを食べたいっていう、なんともね、安上がり安上がりの女女なんですけど、なんかだから結構ポテト専門店とかいろいろ一緒に行ったんですけど、ね、はるちゃん的にどのポテトが一番好き？細めのちょっとカリッと揚がったポテトがいいかな。あ、マックマックマック、あ、マックもう安上がりじゃん。マックの信者だよ。マックの信者だよ。なんかね、今ねジョジョの決め台詞みたいな感じでびっくりしたんです。スタンドポテト辛い、ね、あ、でもなんか私はるちゃんだからもう一緒に影響されてずっとポテトの旅に出てたんですけど、うん、一番美味しかったのは私的に、うん、なんかね、シェイクシャック
あの芋虫ポテト。そう、なんか芋虫みたいな形のポテトで、うん、なんかね、恵比寿駅のアトレだ、アトレの1階とか、ね、あとなんかいろいろ表参道とかにもあるのかな。六本木にもできたよ。あ、うん、結構今できてるんだ。もともとアメリカのなんからしいけどね。ポテトは広尾にある、うん、なんだっけ、ポテト専門店、名前忘れちゃった。なんだっけ、名前忘れちゃった。ポテトなんとかだよ、うん、なんか広尾に、でも結構店舗あるかな。そう、結構店舗があるポテト専門店があって、じゃがいも選べるんだよね。そう、なんかもう芋の種類からチョイスできて、で、なんかどんな切り方とか、あと私が食べたのさつまいもみたいななんか紫色のやつで美味しかったです。なんかポテトマニアな方はね、ぜひトライしていただきたいです、ね、太るからね。ポテトはね、多分一番太るよ、ね、やばいやばい。でもなんか聞いたのが、細いのと太いのなら細い方がカロリーが高いって聞いた。あの、それだけ油吸ってるからじゃない。あー、で、太いのを食べようと思ったけど、太いのってなんかモサモサして、なんかもう3個くらい食べたらいいやって。あー、確かにそれ。なんだろう、あと揚げすぎのやつ食べないよね。あー、そうそう、なんか揚げすぎのやつはポンします、うん、ちょっとなんだろう、美味しくない。あんまり、なんかちょっと、あの、焦げは食べるとガンの素みたいな昔迷信あったじゃん。あったあった。なんかポテトのなんか油っぽいのと、あとなんだろう、ピザの端っこ私食べれない。あ、ピザの端っこいらないわ。でもね、あ、でもなんかソーセージとかチーズ入ってるやつは食べるけど、何も入ってないのは食べる。工夫していただけると、そう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 ありがたいんやけど。そうですね、そうね。オーストラリアでは、はるちゃんとはね、あの、ワニとカンガルーの肉食べました。あとエミューだよ、エミューの肉。エミューってなんだっけ。鳥、なんかダチョウみたいな、なんか。どうでした。え、クロコダイルが一番美味しかったかな。そう、クロコダイルだ。クロコダイルはなんか、うん、柔らかかった。ちょっと豚肉っぽかったよ。カンガルーは硬かった。あ、硬かった、硬かった。エミューが普通の鶏肉って感じだったけどね。そう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 。うん、懐かしいね。なんかジャーキーとかもお土産で買えたんで、持って帰ったんですけど。うん、そう、結構みんな喜んでくれます。ね、美味しかったね。まあでもね、グアムとオーストラリアと台湾なら、私は台湾が一番美味しかったな。食ってたなって。安いしね、うん、結構食べたけど安かったね。そう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 、結構コスパがいいですね。そのパクチーをさ、うん、あの、混ぜられた時は混ぜんでいいって思ったよね。あ、そう、なんかいいよみたいな。私も大会台湾2週間いたんですけど、何でもパクチーな、パクチーというかなんか山菜っていうらしいんですけど、うん、何でも混ぜちゃって、それの味しかならない、ね、そう。前にゲスト見てくれたミスコリアの子も、うん、それにちょっと怒ってました。抜いてって言っただろうみたいな感じで切れたらよかったけど切れてましたね。へえ、そっかそっか。ちなみに好きなアーティストさんがいますよね。いますね、はい、そのコンサートに私たち一緒に1月20日に行くんですけど、そう、ベニさんですね。ベニさんです。そう、私も実は知らなくて、はるちゃんに教えてもらう前は。そうそう、まあ聴いてみるとね、すごいいい曲がたくさんあって。そう、最近、ね、クリスマスソングとかも結構あるって。あるあるある。最近はね、カバーソングとかのアルバムも出してるしね、うんうん、やっぱね、カバーがすごいね。なんかカバーしてるアーティストってたくさんいるんですけど、こう一番好きですね。癒される、可愛いしね。しかも英語で全部カバーしてることが多くて、もともと日本語の歌詞でも、うん、そうそう、だから結構聞き流しできます。聞き流しできます。そうね、当たったからよかったよ。そう、抽選だったから。だから私、海外のアーティストあ、行ったことあるんですよ、ライブ。あ、そうなんだ。そう、あの、なんだっけ、アイコンだっけ、なんかビッグバンの弟子みたいな。あ、行ってたよね。行ったんですけど、その、なんだ、日本のアーティストのライブ初めてです。T シャツ買おうか迷ってるよね。T シャツ可愛いの。そう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 、なんかフジロックとかの T シャツって見せてもらったのが友達、すごい可愛かったし、なんかミッキーの、ミッキーのやつとか、ちょっと偽物ミッキーみたいな。あ、分かった分かった。中国とかのミッキーっぽいなみたいな。あ、ちょっとパチモン感が出てるミッキーで。そう、そんな感じでしたね。あったね。そう、あと、あとにね、あと少しでこの番組終わっちゃうんだけど、はるちゃんのね、ちょっと紹介をまたやっておきます。はるちゃんは一応インスタをあって、3つしか投稿してない。しかもね、1個私が投稿したんですけど。違うよ、乗っ取ったんじゃん。勝手に作って勝手に乗っ取ったんじゃん。なんか動画上げられてるし、はるはる110503です。なんでね、
で110503なのかはちょっとよくわかんないんですけど、同じ名前がいっぱいいたからで、ね、はるはるってね、そう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 はるかって名前多いですよね。多いね。そう、なんか仲いいね、アパレルの店員さんも、お姉さんとかもはるか109のね、お姉さんもいっぱいいますよとか言ってね、結構多いです。うん、こんなんで終わっちゃったんだけど、じゃあ早い、ね、今日もありがとうございました。ありがとうございました。戻ってまいりました、スパンクでーす。ただいまー。はい、ではまたですね、来年の抱負、来年の抱負言おうか。そうだな、抱負だ抱負だ、ね、抱負だ。もう12月か、締めくくりで、うんね、じゃあ誰から言おう。じゃんけーじゃんけーすの抱負私たち言ったっけ。言った、聞いてない、今年の抱負だよ。あ、違う、来年の抱負だよ。言ったっけ。言ってないですね。じゃあ私からいきます。お、来た。お、ワンマンやりたい。ワンマンやりたい。ワンマンやりたい。言ったもん勝ちになりますね。そうだよね。だから言いました。別に自分のことでもいいし、自分のことでもいい、うん、そうだな。あれ、あ、なんかある。あ、でも、うん、これは本当に結成時から思ってたこと、うん、まあそれは1年ちょっとでワンマンやりたいって目標。あ、だから来年の夏ぐらい、夏だねにはやりたい。素晴らしい。夏かステップとか、夏か、それまでにファンが、ね、そうだね、たくさんしてしてくれ、お願いします。してくれ。はい、うさみ。おい、なんだっけ、来年、新年の抱負だ。来年の抱負だ。そう、来年まだまだまだ来年ね、来年の抱負だ、うん、来年はね、うさみはね、うさみはね、そうだな、もうちょっと、うん、もうちょっとなんか、うん、うん、何で、どうした、どうした、何か降りてきたの、どうしたの、神、神、神か、神に捧げる、偉大な力を、神に力を借ります。何だろうね、そう、どいたいことを言うと私は魔法少女になりたい、イエーイ。これは来年とか言いもん、冷たい、冷たい、冷たい、みんなが冷たい。来年じゃなくてもそれはできるんじゃないか。今年なれるじゃん、今年なれるから、あと10日ぐらいで全部止まった10日ぐらい、なれるなれる、いいさ、なってやるさ、その衣装、衣装ね、魔法使ってさ、魔法使って、ね、いろいろできるじゃん、ね、そしたら何する、ね、あ、魔法使できる、ワンマン使いで、そう、何でもできちゃう、ワンマンして魔法使いね、何でもできちゃう、何でもできちゃう、観客いっぱい連れてきて、そう、ゆみちゃんは来年の目標、目標だ、目標だ、うん、まだ考えてないんですよ、私、身長を伸ばす。あ、いいね。いいね。目指せ160。食いしん坊だから毎日ラーメンを食べる。それは好きです。どんどん、でもこうなったら怒るからね。こうなったら怒るよ、ちょっとリーダーとしてちょっと。あ、でも目標としては一番は来年かできるかどうかわかんないんですけど、うんうんうん、私は全国のラーメンを食べ尽くすのが夢なんですよ。だから来年できたらいいな、全国ツアーと一緒に、ちょっとでもね、ちょっとでも、うん、いろんなところに行ってそこでラーメン食べるみたいな、はい、ラーメンを食べるっていう、いいね、いいね、ラーメン大使になるの、いいね、できればジパング全員でラーメンを食べに行く曲もやりたい。みんな、みんなこうなる、みんなこうなる、やばいやばい。豚骨ラーメン担当ですとかね、シャイラーメン担当です、味噌ラーメン担当です、いいかもね、楽しそう。リーダー、姉さんは、私か、でもマリコちゃんとそうな、同じだな、やっぱり同じこと考えてたな、まあ、私はあのファンを増やすっていう、あの少しでも、でもっとあの外に発信をしていきたいっていうのと、かな、
なんか私はジャパンエキスポにすごくかけてて、うん、もう今までの人生すべてを私かけてるから、おい姉さんがかけてる、本当に超熱くなる超熱くなる超熱くなる、熱く語ってる、熱く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 、でもねそのぐらいの意気込み思うよ、ね、私もそうだよ、うん、ラストチャンスなのね、うん、そうなんかそこにかけてそこからどう変化してそうだね、楽しみで、はい、新年早々だよ、ね、1月からそれがスタートなんだよ、縁起がいいんだよ、そうだね、そうね、ハッピーな最初からすごいじゃん、だって新年早々さ、うん、おめでたくない、そう、ね、おめでたい、本当おめでたい、最初からすごいよね、いいスタートだよ、いいロケット、ロケットダッシュ、ほんといいロケットダッシュ、スタートダッシュ、スタートダッシュじゃないロケットが出ちゃった、どうですかロケットダッシュで、そうですね、じゃあ告知、はい告知、はい、12月24日クリスマスイブ、イブイブイブだイブだ、ぜひね皆さんコスプレをしていただいて、あの帽子かぶってきてもいいから、うん、ライブに来てほしいね、クリスマスの格好で、はい、場所はどうですか、新宿のオレ箱、こちら初のところになります、新宿オレ箱、新しいところですよ、そう18時半から、うん、いやみんな来てくれない、来てくれないな、そのそうだ、ね、クリスマスイブだよ、会いたいよ、そうラジオもあるから、ラジオの後移動するから、ラジオも一緒に見に来てほしいな、そうだね、そうですね、一緒に、で、あーついでに さっきはどう思うみたいな感じでね、うん、そう、しかもラジオクリスマス、そうみんな実は袴じゃない、あ、そう、もう言って、そうなんですよ、マジどうしよう、でも これでね、みんな見てもらえればどんな服装するのかな、これはどんな服を着てくるのかを楽しみです ね、 ね、コスプレをね楽しみに、ぜひね、袴じゃないの初めてだもんね、そうだよ、初めて、見た方にしかね、わからないから、私の小悪魔セクシーがついにね、ついに爆発、やめてよ、もうやめてよ、本当に気をつけてよ、もうすごいのできちゃった、どうしよう、本当すごい期待させて全然してない、意外に守りに入ってんの、守っちゃってね、っまあお楽しみ、はい、もうそろそろお時間なので、はい、はい、では、今月のエンディング曲は2バウンドさんでリアルコードです、はい、はい、じゃあねー、じゃあねー、ありがとうございました、いつもの改札人混みに紛れ君をいつしか見失った、画面の中には答えなんかないと見上げた、その景色の眩しさに怖くなる、理想と現実狭間に落ちてく、掴んだ手のひら逆さ文字、間違い探しなんて無意味だと気づいたから、今始めるんだ、いつもの交差点横顔の波に木漏れ日さざめく並木道、何かのベクトルに導かれるように、僕らはそれぞれの明日へと歩き出す、確かなものはなくて何一つ持ってなくて、伝え塗り替え